フリースタイルバスケットボールバトル日本一決定戦10周年おめでとうございます。もともとストリートバスケットボールやっていて、そのやっている中でそのダイムっていうチームだったり YPA だったりロティックっていうチームを YouTube で見て、でフリースタイルバスケットボールっていうものを知って、そこでもうすごい衝撃を受けて始めました。2009年のボーナスラウンドが最初に出たので、その時は、レベルも自分もまだまだだったし、で、プレー自体は全く覚えてないですけど、ダメだったっていうのは、めちゃめちゃ悔しくて、そこから出続けてますね、毎年。優勝すれば、一日王様になれるようなイベントなんですけど、負ければ悔しくても、マジで最悪な一日になるような、もう言ったらお祭りですね。2011年はやっと僕が日本のフリースタイラーたちと戦えるなっていうレベルに来たなっていう自信があって、で、自信もあったんで、こう勝ち上がっていくにつれて、相方のリルジンっていうのがいいんですけど、同じ侍ボーナーですね、そいつも片っぽのブロックに上がってきてて、あいつと決勝で当たって自分が優勝したいなっていう気持ちでこう戦って、決勝の時点で最高に嬉しかったんですけど、優勝が目標だったんで集中切らさずやった結果優勝できて、決勝で同じチームのやつと当たれた大会なんで、そういう特別です。2012年は多分2011年にその準備ができた年で、バトルに対してで臨んだんですけど、こう最初1回戦かな、で神風と当たって、あいつもめちゃめちゃもう強いんでバトルに当たったら、自分の、その時強かった技を結構出して、で、勝つことができて、そこからこう2012年はこうネタの数が足りなくて負けたっていう感じで、もうちょっと準備しとけばなって思った大会でしたね。決勝で負けちゃったんで。2011年、2012年よりも準備ができてなかったなっていう印象で、その時は準備してるつもりだったんですけど、あと考えてみればできてなかったんだって思うんで、悔しかったですね。普段は基本外で練習してるんですけど、週2ぐらいはブレイクダンサー、地元のブレイクダンサーたちのスタジオとかで練習してます。まずそのビジュアル的な部分ですけど、僕はマスクをしてプレーしてるんですけど、マスクをつけたきっかけっていうのが、その同世代、若い子たちだけじゃなくて、おじいちゃんであったり、こうちっちゃい子であったり、赤ちゃんであったり、おばさんであったり、もちろん僕ら世代の子たち、どの世代にもこう受け入れられたいというか、見てもらいたい
ものがものをやってるんで、まあ、そこがきっかけですね。どんな層の人からも見てもらいたいというか、そこがきっかけですね。まあそのブレイクダンサーとかと練習して、こうブレイクダンスの技に対してボールを自分はどう入れたらかっこよく見えるかなとか、あとはあの夢を見ていて、こう練習している夢をよく見るんですけど、そこで無茶な技をやってるんで、それをこう起きてから体現していってるっていう感じですね。とまずバトルに出ようか出ないか迷っている人たちは、絶対に出た方が上手くなるし、上手くなりたいんだったら絶対出た方がいいと思います。で、その上位にこう上がりたいっていう子たちは、まず準備を1年間してくること、そしてその絶対に1位になれるなっていう自信を持って出場することが上位につながると思うし、優勝にもつながると思います。なので1年間で誰よりも努力をした自信をつけて臨むことが、まあ、一番早めに近かったと思います。まあ優勝っていうのが確実な目標なんですけど、優勝プラスその現場に来てくれたファンたちやったり、まあ、初めて来た人たちが、あの目かぶったピエロの人が一番やばかったね、こう誰が見てもあの優勝だったねっていうプレーをして